いい手の形でピアノを弾く方法を説明します。ピアノを弾くときはこの手が丸くなっている形、これを意識して鍵盤に指を置きます。よくお水をすくう形と言ったりもします。この時手は開いていると水はすくえません。丸く丸めて親指もできればこう内側にちょっとクッと曲げている感じになります。そのまま手をひっくり返して優しく指を一本ずつ下ろしていきます。この時力が入りすぎて水を汲む形が壊れてしまいます。この状態のまんま力を抜いて一本ずつ指をただ下に下ろしていくというだけの動作をするといい手の形でピアノが弾けます。こういった机とかでトントントンとやって、そこで 1,2,3,4,5 とか3,4,2,1,5 というふうに指をこう動かす練習も有効です。その時にこうならないようにいつも水を汲む形を逆さまにした形で力を抜いて、こう最初はとっても指の力弱いと思うんですけど、ゆっくりゆっくりこう動かしていくうちに鍵盤でも同じ動作ができるようになってきます。力ずくで弾かないようにいつも水を汲むこの優しい形を意識しておいてください。